ございます。8月27日金曜日の朝です。昨夜は私の感覚ではこの夏最も暑い夜でした。いや、夜中に何度も全身汗で目を覚ましましたけれども、別の理由だったのかもしれません。では今日も動いていきたいと思います。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。体はどう動いているでしょうか。頭を左右に傾けてください。では適当なところでその動きをやめてください。右を下にして横になってください。昨日まではこの下のあばらの下に手を入れて、その手をあばらが押したり、そこから軽くなって浮いたりという動きをしました。これゆっくり心地よくやると胸の力が抜けて息がしやすく なるんじゃないかなと思いましたけど、どうでしたか。今日は別の角度からこの動きにアプローチしたいと思います。左の肩を骨盤の方向に動かしたり、力を抜いたりしてください。この動きは体を前後に転がす動きではなくて、横向きのままですね。右を下にして横向きのまま、この肩が、まあ、体に沿ってっていうんでしょうか、体に沿った方向で骨盤の方に動いたり、力を抜いたりしてください。この時に特にこの首のあたりですね、首肩のあたりにぐーっと力を入れていく感じにならないように、肩が骨盤の方に動いたり戻った時はしっかり力が抜けていくのを観察してください。これと同時にこの左の骨盤ちょっと触ってみてください。ここにちょっと骨が出っ張っているところがありますね。この骨、この部分が肩の方向に動いたり力を抜いたりしてください。肩は骨盤の方向、骨盤は肩の方向です。そしてゆっくり力を抜いてください。力を抜いたら呼吸を2回くらいゆっくりして、力が抜けきるのを待ってください。肩が骨盤、骨盤が肩ということはですね、肩と骨盤がお互いに近づいていきます。そして力を抜きます。この動きを何度か繰り返してください。ちょっとこのあばらの上に手を当ててみるとどうでしょう。左のあばらの側面ですね、手を当ててこの動きをやってください。そうすると肩と骨盤が近づくときに、このあばらがアコーディオンの蛇腹のようにこう縮まっていくのがわかるでしょうか。
まあ、そこを縮ませよう、短くしようと、ここにぐっと力を入れるというのではないんですけれども、この優しく優しく肩と骨盤がお互いに近づいていくと、結果このあばらが短くなります。そして力を抜くと、またそこが長くなっていきます。あばらが短くなったり長くなったり、優しく優しくこの手で感じてみてください。あばらが短くなるときは、この骨と骨の間が少し詰まって、短くなって、そして骨と骨の間が開いていきますね。この骨と骨の間が閉じたり開いたりという動きになるのがわかるでしょう。一旦手を外してください。呼吸を楽にしてください。今度はこの左の肩が耳の方向に動きます。で戻ります。左の肩は耳の方向、これも首をぐっと収縮させないようにしてください。それほど大きく動く必要はありません。少し耳の方向に動いて戻ります。そうすると、この骨盤ですね、今度は足の方向です。そんなに大きくは動きません。気持ち、足の方向です。方向がとっても大事です。動きの大きさは大きな問題にはなりません。肩は耳の方向、骨盤は足の方向です。で戻ります。戻った時は力を抜いて呼吸をゆっくりしてください。この動きを何度か繰り返してください。これは肩と骨盤がお互いに離れていきます。そうすると、このまたこの左のあばらの上に手を当てると、このあばらがアコーディオンの蛇腹のように開いていきます。そして力を抜くと、このあばらが閉じていきますね。開いたり閉じたり。呼吸はどうでしょう。吸いながら、この肩と骨盤が離れていったり、吐きながら近づくというふうにやってみるとどうでしょう。このあばらがふわっと膨らんでいくような感じになるかもしれません。ではこの動きを交互にやってください。あばらと骨盤が近づいたり離れたり、頑張らず、方向は大事ですけれども、動きの大きさはあんまり考えなくていいです。近づいたり離れたり、左のあばらが閉じたり開いたり、この動きに慣れてきたら、軽く早く軽く早く、小さい動きでいいので軽く早く、そうすると全身にはどんな動きが生まれるでしょう。では仰向けになってください。床の上の体を観察
察してください。呼吸をしているときにどちらの胸が活発に動いているでしょうか。では左を下にして横になって同じような体勢をとってください。手は体の上に軽く置いておいて、右の肩が骨盤の方向、右の骨盤が右の肩の方向に優しく動いたり力を抜いたりします。ゆっくり1回ずつ休みを取ってください。ぐいっとやらず、ふわっと近づいていって、ふわっと力を抜いてください。人から見ているとほとんど動いていないように見えても、体にははっきりと変化が出ると思います。この特に首や肩のあたりに力がぐっと入っていかないように、優しく優しくやってください。ここのあばらもですね、ぐっと縮めるというよりはこの取れていくというんでしょうか。では肩と骨盤が離れていったり戻ったりの動きをしてください。これを交互にお願いします。肩と骨盤が離れたり近づいたり、離れたり近づいた。今この動きをしている時の左の床についているところは何が起きているでしょうか。このあばらが床から浮いたり、床を押したり、そういう動きになっているでしょうか。上側のあばらが開いていくとき、左側のあばらは短くなっていきます。上、右側のあばらが閉じていくとき、左側のあばらは長くなっていきます。右が長くなるときは左が短くなって、右が短くなるとき左が長くなる。長くなったり短くなったり、長くなったり短くなったり、この動きに慣れてきたら徐々に速くしてください。動きの幅は小さくして、軽く速く軽く速く、そうすると全身にはどんな動きが生まれるでしょう。では動きをやめて仰向けになってください。床の上の体を観察してください。呼吸に気持ちを向けてください。胸の動きは外側の脇腹や脇の下、背中の方の動きはどうでしょう。最初に比べて少し広がっていくような感じになったでしょうか。ではゆっくりと起き上がってください。今日も猛烈に暑くなりそうです。金曜日ですからなんとか頑張り抜きましょう。明日と明後日はお休みさせていただきます。では月曜日にお会いしましょう。
いらっしゃい。